内転筋の張り、硬さ、癒着、下半身の不調のすべてがここに詰まっています。外反母趾や測定筋膜炎、O 脚、X 脚、足の歪み、だるさ、冷え、下半身太り、腰痛までもがここ内転筋の硬さが原因なんです。立って確認してもらいたいんですけど、姿勢に立った時に体重が外側にかかっていたり前のめりになっている人、これらは歪んだ立ち方で内転筋の硬さや癒着が原因なんです。いやいや、私そんな歪んだ立ち方してないよって思ったそこのあなた、そうなんです。歪んだ立ち方ってなかなか自分じゃ自覚できないんです。ただ最初言った不調が当てはまる方は確実にこのどちらかの歪んだ立ち方してしまっています。でも大丈夫です。今回の方法やってもらえれば正しい立ち方に変えることができるし、たった1回で実感することもできます。早速一緒にやっていきましょう。まず最初にここちょうど足の付け根、ビキニラインのところを指でこのように触ってもらうと、ゴリッゴリッって筋張った筋肉、これが内転筋なんですけど、これを見つけることができます。そしたらそこの場所を拳のここを使ってグッと押し当てて、このように横に動かすようにマッサージをしてください。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、グッと拳で圧を加えたら横にこんな感じでマッサージです。ちょうど筋張ったゴリゴリしてるところ、内転筋、ここにしっかり拳を当ててマッサージしていきましょう。体をね、このように前に倒すと体重が拳に乗っけやすいです。はい、結構痛いですよね。この筋張ってゴリゴリゴリってね、このしてる内転筋、ここがね、下半身のすべての不調を生みます。マジで生みます。なのでしっかり柔らかくしていきましょう。なかなかね、こういうところの硬さって取ることないですから。はい、でも今回この硬さ取った後めちゃくちゃ変わりますから楽しみにしてください。はい、いいですよ。はい、続いても拳を使います。今このように横にマッサージしてたんですけど、今度は縦にマッサージしていきます。横マッサージした時にゴリッゴリって一番筋張ったところあったと思います。そこに対して拳を直接グッと押し当てましょう。押し当てたら縦方向にマッサージします。縦っていうのは膝とこの股関節のこの縦の軸のことを言います。それをこんな感じでマッサージしていきましょう。よーい、スタート。筋張ったところにグッと押し当てて縦にマッサージです。はい、拳をこう2列に並べて少しね、広範囲にマッサージしていきます。筋張ってるところを直接こう狙って、あ、ここか、筋張ってるここに拳を当てようっていう気持ちでこうやってください。はい、痛いですね、ここね、だだだだ。はい、でもね、ちょっと痛いなってぐらいの強さがもうね、めちゃめちゃ効果出ます。はい、なので我慢して結果がしっかり出るようにマッサージしていきましょう。あ、痛い、でも頑張って、もうちょっと、はい、いいですよ。はい、今度は縦にマッサージした部分、今度は親指を使って指をグッと食い込ませて縦にマッサージします。先ほどのと何が違うかというと、筋肉と筋肉の間に親指を入れてほしいんですね。なのでできれば親指の先端を使って太ももに突き刺すような感じでマッサージしていきます。ネイルとかで爪が長い方は人差し指のここでも大丈夫です。はい、この方法はビキニラインのここ付け根から膝のところまで長めに行っていきます。よーい、スタート。親指で突き刺して縦にマッサージです。はい、このね、筋肉と筋肉の間、筋管って言ったりするんですけど、ここを狙ってしっかり筋肉の癒着、筋膜の癒着、内転筋のこの、ね、剥がしを行っていきます。なんかね、親指通してると少しね、あ、なんかちょっとここはスポッて入ってくってね、ポイントがね、見つかるんですよ。はい、まあ、見つからなくてもこのようにランダムにやっても、ちゃんとね、筋肉と筋肉の間に入ります。入るんですけど、ちょっとね、これ何回もやってね、しっかり改善したい方はこの親指がスポッてね、この入る部分をね、見つけてちょっとこの長い距離やってみてください。はい、うわ、痛いね、ちょっとね、膝のここまでしっかりやっていきましょう。ここまでね、はい、もうちょっとです。はい、いいですよ。だいぶこの鼠径部からこの辺りのここの内転筋の硬さ取れてきたんですけど、ここ膝までね、内転筋くっついてます。膝周りの内転筋もうちょっとほぐしたいので、今度は肘を使って肘を転がすようにしてマッサージしていきます。太ももの真ん中から膝まで転がしマッサージしていきましょう。よーい、スタート。軽く体重かけて肘を転がすようにマッサージです。そう、これね、全体重かけちゃうとかなり痛いので、はい、もう軽く体重をかけて肘をね、こうやってコロ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 ってね、転がすぐらいでしっかり内転筋刺激入ります。はい、うわ、痛い、痛いね。
ちょっとね、先ほど親指で押した時ピンポイントだったんで、ちょっとね、広範囲に膝の周り、内側、しっかりこのように肘を使って転がしながらマッサージしていきます。もうね、そんなに疲れず、ちょっとね、休み休みね、やっていきましょう。結構これは楽ですね。まあでも痛いね。はい、いいですよ。はい、ここまでで内転筋かなり緩んだので、やった方とやってない方で足開いてもらいたいんですけど、全然違くないですか？めちゃめちゃこっち動きますよね。完全に内転筋の癒着取りたいんだったら続きもやっていきましょう。はい、そしたら今度はすねの内側を押していきます。内転筋ってこういう感じで筋膜で1枚つながってるんですよ。内側も硬くなってしまうと内転筋も硬くなっちゃうので、根本的に改善していきましょう。はい、そしたら最初行った拳のこの部分をすねの内側の骨をこのように触っていただいて、ここにちょっと食い込ますようにギュッギュッ体重をかけながら押していきます。ポイントは拳を押し当てたら体を前に倒していくと、自然にここ内側をしっかり押すことができます。はい、ではやっていきましょう。よーい、スタート。はい、グッと押したら前に体重をかけます。膝のところからね、始めましょう。グッと押して前に体重、はい、これを繰り返します。ギュッ、わー痛い。特にこれね、外反母趾とか足底筋膜炎、最初に言ったこの辺りの不調ある方はもう絶対にやってほしいところで、ここが硬くなると足首の動き、膝の動き、内転筋の働き、これらがね悪くなっちゃうんですよ。なのでこの辺りが柔らかくなるだけで、まあね、本当に膝の痛みとか膝の変形も取れるし、すごくね、あの下半身の足全体の不調がね取りやすいです。でもこんなところなかなか押さないじゃないですか。だからね、僕ね教えてます。はい、ここね大事なんですよ。この後頚骨筋っていう筋肉の名前なんですけど、ここをしっかりほぐしていきましょう。マジで変わります。保証します。はい、もうちょっとです。はい、いいですよ。はい、次にここから足の裏までつながってるんですね。なので足の裏ほぐしていきたいんですけど、やり方は指4本を足の裏にこのように食い込ませてください。グッと指先に力を入れて握ります。握った時に足と指を一緒にグッと曲げてください。指先で足裏をグッと握る、握ったタイミングと同時に足の指を曲げる、グーする感じです。これをここからここまで、かかとに近いところまでやっていきます。皆さんはね、ベッド床にかかとをつけた状態で行ってみてください。よーい、スタート。指先でギュッと押したら足の指をグーしてください。はい、これを繰り返します。ギュッ、足の指グー、ギュッ、足の指グー、はい、これを繰り返します。ギュッ、足の指グー、ギュッ、足の指グー、大体同時でいいです。ギュッ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 、はい、ちょうどね、このこういう感じでギュッギュッ土踏まずを作るような感じって言えばいいのかな。はい、扁平足ってね、もう足の不調マジで生みます。この体操は実はね、扁平足も解消できる方法なので、指先にギュッて入れた時にちょっとこう足をね丸めるような感じで、足の裏を丸めるような感覚でやってあげるとより効果出てきます。かかとに近い方にも指をしっかり当ててギュッギュッと丸めていきましょう。はい、もうちょっとです。頑張ってください。ギュッ、はい、いいですよ。お疲れ様でした。たった1回やっただけでも、立った時に体重が親指内側にしっかり入ってるし、前のめりになってたのがまっすぐかかとに体重がかかって、正しい立ち方になってますよね。たった1回で内転筋ほぐしをやりたくて、こんなに正しい立ち方になって下半身の不調すべて取り除くことができます。この状態をキープしたい方は1日1回2週間必ずやってみてください。絶対に変わる自信があります。ぜひ続けてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。